お前ら右と左どっちがいい <laughs> うわこれ悩むな何か, <laughs> か,か消されたらしいやん俺の切り抜き<笑><笑>あの僕が11時間半やったか12時間実況した <laughs> ホワイトアルバムの切り抜き7時間半に収めてくれたのに切り抜きさんが <laughs> 消されたらしいです 投稿約15分ぐらいで <laughs> えそうやんな15分ぐらいやんななんか俺俺自分のさ切り抜きをさ見てたらさなんか連絡来て「おえちゃん YouTube 消されたぞ」って言われたはって思ってあの俺開いてたでまだ見れるんやけどさなんかこんな一生懸命いろいろしてたのに消されたらしいその多分この7時間半に11時間22時間の動画まとめようと思ったら めちゃめちゃ大変なのにさ広くねなんで消された地球って狂ってるような更新してみてくれえちなみにこれですね更新すると <laughs> <laughs> あもう二度と見れなくなりました <laughs> こんな悲しいことってないよ悲しすぎやろどんな ヌードなわけねえやろだったらもうゲームがおかしいんじゃねえか本当に世の中って狂ってるよなおっぱいピアノとか許されてさ <laughs> だ乳首も何も映らへんよこのゲームそれが消されるって意味分かんなくない本当に YouTube の基準って頭おかしいんやってだからダメなんだよアメリカ人って思いながらほんまに終わってるよなな悲しいよな狂っとるよな世の中やっぱ誰が何をそれで決めてんのってやっぱツッコミたくなるよね いや、なんも出てないよ <laughs>。ただな、あの、YouTube 上はな、二次元のな、女の子の怪しいのはな、たまに弾かれんにやって、その。だからもう、そのゲーム自体って世の中に出回ってるものが、なぜか AI が勝手に判断するから、YouTube は。あの、勝手にアウトみたいな。なんかな、昔な、緑の霧の木の時にも、俺が、何だっけドスケベカードゲームみたいな感じのやつでさ、何だっけオープンネックにはアーカイブあんねんけどさ、なんかあれがな、引っかかってな、あの、引っかかってな、 あ、ダメになったみたいなあったの、ね、よ。うん。あったあった。だから YouTube の AI のあれ判断の基準はマジでバカ。これ異議の申し立てとかあんねやったら僕は全力で擁護するんで。あの、てか、俺 Google 潰そうと思うんやけどどう思うそう、こういうのあんねん、たまに。なあ、だっておかしいじゃん。他のさ、コンテンツとかさ、どんだけでもさ、ヌードウントならとかだけそんなあかんもんあるしさ。<laughs> なんで、なんでよりによってさ、俺のさ、 あんな長い7時間半にまとめて4時間もカットしたさ日記の切り抜きが消されやらあかんとくそむかつくんやけどはあ,あなんかあとさあの僕の大江のリゾートっていう切り抜きがあるんですけど、まあ、初代切り抜きでなんですけども実は名前を変えたなんかアカウントを売りさばこうとしてるって噂があるんでちょっと詳しく教えてもらえる <laughs> あの僕が配信で収益をもらうって言ったであの逃げて売ろうとしてるんですか <laughs> どうするこれえ、嘘。知りたい。なんか悲しすぎるんやけど、そんな。嫌なんだけど。あ、みんな愛とかなくて金なんかあって。そうあの、なんかもうあのね、あの僕、そっとしてしまいますよ、こんな。うん。<laughs> おい、ふざけんな、おめゃ <laughs> あのさ、怒らんから、 もうか回連絡をくれ、お前は俺に。な。いや、怒るけど、ちょっと。これ、俺の、切り抜き登録者数確かにちょうど1万人や。スピードジャッシックお前、お前ふざけんなよ、マジで 二十八万で売ろうとしてやがる <laughs>。お前、俺お前からさ、収益取ってねえやろ全部金持ち逃げして、その上これ売りさばこうとしてんの嘘でしょ。<laughs> 利益付き <laughs>。お前さ、お前、それはやったらあかんで人としてマジで、クソすぎる <laughs>。投稿数五百。おこれ交渉申し込みしようぜ。 うん。いや、ちょ、お前、わかった。え、どうしよう。マジか。なんかサイト見たら実感湧いてきたな。え、悲しすぎるんやけどなんでそんなことすんのお前何があってんマジで。71%オフでお得すぎる。 28万で売ろうとしてるキッズえなんか俺これちょっと精神的に来たわ今おええー、んか問題あったお前さ一回直接俺と話そうよ本当ににんかあったんか <laughs> うーん下にもっと詳細がある 嘘でしょ収益の分配なし100%受け取り可能。稼働1、2時間で月収15万円。強行が少なくネたり尽きない。<laughs> <laughs> <laughs> チャンネル紹介ゲーム配、ゲーム系配信者の金雪ちゃん。お前、お前っす。<laughs> 基本的にチャンネル運営者に委ねられており自由に投稿可能 <laughs> 配信者かからも国という形で運営ご,ご興味ご質問などございましたお気軽に連絡ください <laughs> お前お前俺さえ 俺、1月の末やったかにお前に連絡送ったけど、お前一切返してこないよな <laughs> 俺お気軽にさ、連絡したんやけど、質問答えてもらってないんやけど。俺、えマジ俺さ、お前がさ、なんかお前、なんか震災の影響かなんかで忙しくなったんかなとすげえ考えてたのに、ひどすぎる。<laughs> マジかよ。もうなんか世の中信じられやんやけど <laughs>。えーっと、2024年1月12日に再利用されたコンテストは収益化が停止しています。ああ、なるほどね。再申請可能日はに、あなるほど。まあ金に並んだねえか言うてくれよ。俺、そういうので、あの、意義のモンスターとか別に協力すんのに、言えよっていうか <laughs>。ちょうどこの運用について <laughs>。 昨今、切り抜きコンテンツはテロップなどのオリジナル要素を入れてないし,いいしない、お前、月収15万以上稼いでおります。ああ、そうなんだ。うーん。あの、まあ、あとりあえず、あ、じゃあ、警察沙汰にするか、連絡をくるか、どっちかにしましょう。<laughs> あ、お前は、あの、お前本人がこれを一回切り抜け。 じゃあちょっとあの俺ちょっとさいろいろ事情があったんかなと思ったんやけどこんな元気そうなんやね。<laughs> 俺あの前ライバーの運営にさその切り抜きから収益をもらおうかなと思って相談したけどお前 <laughs> 一人に連絡つかないんですよね <laughs> って話してそれダメっすよってめちゃめちゃ言われててさあの普通にい,あのいろいろアドバイスもらってるんでちょっとあの。 お前、お前、俺お前の、お前のことをお世話になったと思ってるから、つかま、あの、罪人にしたくないから、一回連絡を送ろっか。うん。ちょっと、え、そうなんお前、ちょっとこれはあかんって。お前さ、え、俺こういうの、あ、なんかでももっと、俺もっとこういうの怒るタイプやけど。なんか、え、一瞬待って、ちょっとお前一回連絡を送って、送ってこい。うん。さあ、え、お前、これはダメだよ。バカ。 いやークズなんだなって思った別にお前これ裏でやってるからあかんわ <laughs> 言うてくれよ <laughs> いやきついな <laughs> なんだろうな YouTube もおかしいし切り抜きの人もおかしいのかないやー <laughs> うーんちょっとねうんてか収益化とかあの勝手にしないでくださいね僕の関連のもので <laughs> あのマッドは俺は全部許容してるいい勝手に収益してもただ切り抜きの人はちょっとあれですよダメですよえー え何がまずいの厳しいな、お前で。いや、なんで、俺、今までさ、俺言うけど、お前、歴代の切り抜きが、お前、月何十万何百万稼いでたと思うの。俺、収益取ってれんやで。こと、だから、去年度から取るっていう風に言ってんのによ。俺、めちゃめちゃ甘いよ。しかも、お前、俺、あれ、あれまあ、うーん、まあ、あんま言わんとこ。<laughs> まあ、あんま言わんけどよ。 そんなに俺俺俺言うけど俺のことちゃんとそういうことしてくれる人俺そんな厳しい扱いしないよ言えようでんあももも、まあ、うんまあなあまあん <laughs> まあまあまあいいよ言えよう <laughs> まあまあまあうんいや5割以上は絶対取らないって言ってるようんそうだね うん。いや、うん。取りすぎって、いや、俺もさ、5割は絶対取った方がいいって言われるけどさ、なんかそれを5割取っちゃうと、ちょっと多いかなと思うし。なんかなー、やっぱダメなんだなー、難しいないや。取っていいんだけどさ。うーん。ふ 舐められてんのか舐められやすいからな。ふぅ。ごやろって、別に俺そんな人気コンテンツじゃねえからよ。うん。まあまあ、なんかそっちの方がええかなっていうふうに思ってんねんけど、もうなかな、甘やかすとこうなんのかなって今ショックを受けてんね。 じゃあ俺まぁ正直言うと4割取るって言ってたんやってリゾートムも確かに言うてた多分あの本年度からって去年やけど4割取るかもしれないですって言ってたんよなのにこれがひどい普通5やんかあんかーええー、って思ってしまうお前15万あんにやったらさ月6万をえっ6万やんの6万俺の取り分やろ普通 ひどくないくなんかなぁ。<laughs> そ。えー、なんか信じられないよ。<laughs> いや、泣いてるよ、<laughs> マジで。<laughs> えへ、ー、はあ どううしよう悲しいお前ってあれバムも消されるし悲しい <laughs> しかも収益詐欺だろ <laughs> 月15リゾートそんなもんなんちゃう <laughs> えじゃあなんで続きやんのなんでやめたんだろうなろかできなくなったんかな <laughs> 言うてくれよ <laughs> うーんはい 交渉申し込みが十分ある <laughs>。あの、売りさばいた時点で警察沙汰にしよう <laughs>。ちょっとあの、ライバーで一回確認取ってみようか、今から。連絡つくかな俺昨日さ、本当はさ、連絡来てないけどさ、あの、配信しててき聞きやんだでさ。ょっと待てよ。出ないか。忙しいか。まあ、ど土曜日だし、な、忙しいか。 あー本当や、今日10朝10時に送ったのに、ね、そのの記録がついてねえや。昨日の、あのすみません、昨日はちょっとタイミングなかったですーって言うてうーん、昨日通話したかったみたい、俺と。営業日じゃないでしょで基本の営業運動ないと思うけど。はぁ。どうしよう、この場合って。 いやでもなんか別にあの取り立て問題ですよっていうふうに言われてたで、まあ、<laughs> まあ取り立てはちょっととりあえず一回置いとくわ。ただお前は一回俺に連絡を送ってほしいわ。<laughs> いやー、著作権違反で訴えるんだよ。まあ黙認ですからね、全部。俺の気分次第だよね、そりゃ。<laughs> うーん、これリゾートなのって。<笑><笑><笑>うん。<laughs> やばすぎだよな。<laughs> スピード中止が。<laughs> お前、何逃げ切ろうとしてんねや。 ささすがに逃がさない <laughs> まあダメやっぱダメなんか事情あったんかなとかめっちゃ考えたけどやっぱりダメやっぱ一言言言わなきゃダメ俺に訳 <laughs> <laughs> ありすぎやろ <laughs> <laughs> 俺世の中から舐められてんにや 何かあかんだやろねえ刺激化が停止したことなんやろなやっぱりお前一緒に解決しようよじゃあはあなんでリゾートって分かったんですかなんか特定したっていうのがお前らが騒いでるのは知ってたんやけどさはあ <laughs> まあでもこれやろな 条件揃いすぎてる <laughs>。まず1万人のゲーム系の切り抜きチャンネルってそんなにないし <laughs>。あの、本人と連絡つかんし、スピード重視やし、訳ありやし。これやろうな <laughs> まあなかなかな、まだ1万人の登録者って、まあそんなに、まあ言うで言っちゃいるけど、訳ありです <laughs>。スピード重視のやつは、2020年9月開設 <laughs> 絶対そう。<laughs> 動画投稿550本絶対そう。いや、配信者様か,ら様から黙認という形で上絶対そう。<laughs> 収益の分配ルールなし100%受け取りか絶対俺。<laughs> じゃあるねん分配ルールはあったん俺去年からちょっと言うてたやん <laughs> 絶対俺。 ぜっこんな人なかなかいないもん絶対俺やわフー、はあ、解説日も一致してる <laughs> よ,よくお前らこれ見つけてきたなどうしようどうやってどうやって切れよっか <laughs> こらお前そんなことしてらあかんやろ !2024 年1月17日公開日。これ公開したら1月17日な。ごしみ2月にかお前今日更新してるやねえか。15人も気になっとるぞ。28万円で俺が買い取ろうかな。

いやー <laughs> こっちはおめえ、パルワールド気持ちよく終わってよ。気分ええときなのに問題起こりすぎや、YouTube で。<laughs> な、あんなホワイトアルバムな、せっかく日記が頑張ってあげてくれたのに。消されとるし。<laughs> ヌードの部分だけ街頭の部分変えるから、意義の申し立て普通にしような。うん。普通にしよう。<laughs> うん普通にかわいせやんなマジでいやいいことねえなーってな, <laughs> なでも昨日のパルワールドの終わり方だから俺はすごく良かったで <laughs> クソ満足してたのになんでこんなことになってまうんや <laughs> はあ字がもうとろくなことがないな <laughs>

覚えてね。んーと、うんうん。<laughs> <laughs> <laughs> 発見した DM。おえの様お世話になっております。おえのリゾートがもし、今後、運用しない場合、かわ、私に代わりに運営させていただけないでしょうか。収益配分はおえの、おえの様の指示する。配分で問題ありません。乗 <laughs> 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 っ取ろうとしとる。<laughs> お前、ハイエナらしいな <laughs> あいあえああなしに来とる切り抜きの <laughs> ああいやっかこれさ正直さ怒らなあかんねやけど正直おもろいだ <laughs> <laughs> 俺基本的にやっぱ面白いって感じるよかった俺自分でよかったわこれ人によってはめちゃめちゃショック受けてるまあショックなんやけどさ あの、人によってはうつ病になってもおかしくないから、こういうの面白いと思っちゃう。はは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 。いや<ー>うーん、いや、正直おもろいよな。そんなダメージあんのかーって。そりゃあだってな、結構彼も活動長いですからね。活動長い人って信用できるじゃないですか、基本的に。うーん。 1>, 1万人超えたら売るつもりだったんじゃないか。で、11月12日やったかに収益停止で、1月11日に収益化が1万、<laughs> あなに、登録者が1万人超えた。マジかよ。<laughs> まあ、歌い文句として1万人超えてでけえからな。マジではあ。相場が変わっちまうなで変わるんや。ずっと待ってたんやろなってマジかよ。 なんかそうやって考え始めたらさ悪いことしてたんかなって思うから僕悪人には厳しいよそうかー切り抜きは何でみんな悪人なんだろう別にみんな悪人ってわけでもねえやろうーんはえ別に登録者なんて簡単に買えるし別にいや本当にちゃんとコツコツ積み重ねたタイプなんよ なんか性格悪そうだよな、全員。切り抜きし <laughs>。ま、切り抜き始めようと思って当たる人が、あの、金になるからって理由で始めてるやつが多いからかもしれんな <laughs>。難しいな確かになゼニゲバが多いからな VTuber しかり。新しく始める人はそういう人が多いんかもしれん。うーん。 金欲しいでお前は選ばないだろうで <coughs>。人気のやつとかいろいろな、こうやって手出したりさ、ひろゆきとかに群がったりするけどうまくいかんってなってな、この辺の、あの誰もやらなかったけどっていう、あの抜け穴みたいなところがあんにゃそれが俺やったんや。いや、わかんないけど。俺もヨンタノの切り抜きやってたけど、儲からなくてやめたよって。<laughs> 言い方悪いけど、ヨンタノは YouTube では多分人気ないからやめた方がいいかも。<laughs> いや、意外と俺って人気コンテンツかも、そうやって考えると。 YouTube 上ではきついやろなあ収益を狙うんやったらうん <laughs> 聞いたことねえよでもとことオープンレックで人気の配信者4人組の子でそれが四んだねみんな見るために引き抜かれたんや <laughs> あオープンレックでは人気やったんやけどね主戦場が YouTube じゃねえニコ生からオープンレックやから YouTube が一人もおらんから YouTube の知名度はほぼゼロに等しい うんうん、時代を感じるねでねまあ難しいでも切り抜く側としてもやっぱりその配信者の配信で「こういうとこ面白えよな」って感じがねえときついよ絶対俺やったらそうやで、うん、だって別にこいつ興味ない聞きたくもない別になにこいつ俺のツボじゃないみたいなやつの切り抜きすんのってめっちゃきついと思うし俺うんはい わかんないけどな。やりがいを求めんにやったらそうなるんかもな。うんうん。でも30万で売れるよ。28万な。元で99万で。これな。<laughs> あが何回出してもこれ気が狂っとる <laughs> 本当に何回見ても気が狂っとる。た <laughs> たき売りしてる。 <laughs> ちょっと赤 <laughs> ま見やとこ,これも <laughs> 頭おかしになる <laughs> <laughs> 売上と利益が低いの悲しくないですか <laughs> って別に俺の知らんところで YouTube で勝手に収益上げてんやで <laughs> やしかも低ないし全然 <laughs> 売上が月6万直近はあ直近6万6千円えそんなに低くないと思うぞ六ああ大体書いてあるわ 多分これほんまやと思うよ。6万5千円から17万2千円ぐらいが相場やったんや。毎月の。うーん。え ?6 万5千円まあちょっとあんまり何も言わんけど。多分10万ぐらいあると思うぞ、普通に。そっから取られたらきついってなったんかね。うーん。百、まあ、パそれ100%、100%持ち逃げ、マジであの、させないからね。うーん。 はあぁ。お医者の深夜配信に全部貼り付いてる月6万はやっていけないよ、ね。<laughs> キャプチャの部分だけ切り抜くとかは <laughs> そんなことない。さあ、あれも。お前ら。<laughs> それっておめえらが勝手に騒いでるだけな割に合わねえよ。で、まぁ、100なんで月150時間以上見やなあかんもんな。 ああえー、パルワールドなんか全部見ようと思ったらお前らあの80時間以上ありますからね余裕でうん90何時間あるかそれきついね毎日10時間なんて見えるわけないだろうって 俺でも配信見るだけやったらあの別に何もしてなかったら人の配信10時間好きやったら見れるわ <laughs> 俺はなまあそっから切り抜きの作業しようと思ったらきついけど <laughs> そこにはいかんけど見るだけなら余裕で何時間でもできる余裕やんなだってお前さそんなさお前何もしてない収益もないよってやつがさ月さお前6万5千円から17万売り上げができるってなったらすごくね めっちゃ得じゃねしかも好きなことやってやで夢があるね YouTube はうーんえぐいねえでだろういいかもねそりゃ切り抜き師とか増えるよね義務になっちゃうよーでもそういうやつもいるやろうけどいやーなんか一周回ってお腹痛痛なってきたなすいませんさっき久々にちょっとコーヒー飲んだんだけど昨日,昨日今日と一緒にコーヒー飲んでふぅ どうすることにしたんだよでもこれはちょっとあのね運営と問い合わせちょっとしっかりやりたいと思うんでリゾートのせいですか絶対そうです、えー、精神的苦痛も含めてねお話しするんでまあなんかまあ自由に活動してもらえたらと思うけどこういう自由さはちょっとダメですね謝ってきたら許すのってうーん半分許したる半分、うん、もう半分はバファリンの成分や 4件も交渉中がいるんだ別に売り渡すんやったら誰でも良さそうやけどなまあ売った時点でアウトなんですけど <laughs> うーんええー、<laughs> あれ <laughs> じゃあやめろもうその話やめろちょっとよう買いようよう違うチャンネルにしようよいしょよし。 いきなり変なアカウントに変わんのか俺ちゃんなんか変な YouTube アカウント登録してたよで何の話やーって聞いたらさ、ほんとだ俺も変なチャンネル登録してたんだよで何の話何の話,何な話って言ったらさ、元リゾートやっていう ?2021 年9月開設だーみたいなさ。みんなでそういうの見ることになんやろわけわからんチャンネルを。きついな、それ。VTuber の切り抜きになってる。ほら、ええ方だって。 あるいんやなこういう問題って本当に <laughs> なんか俺の師団世界の商売が行われてる <laughs> うんこれリゾートで決定なのでうんまああの97%ぐらいそうやと思われる <laughs> いやもっと高いと思う <laughs> もっと高いね。うん、100分の1以上、まあ100。100分の99以上やからもっとやね。99. 点何パーの話やな、これ。いやー。えー、まあもう,も,うもうその話一回終わるか。ねえ。えへ油だね。うん。 今日はゲームするので今日は何してもいいぜー。あの、これ、あれやらなきゃって思いながら他のゲームするの俺クソ苦手やけどさ、もうあの、パルワールドしなきゃっていう気持ちはないから、<laughs> パルワールドも気持ちよく終わったから、まあ、今自由なんだよねー。ふぅ。やったーってやったー。何しよっかなー。今日って土曜日なんやったっけうーん。 それはまあ一つ喜びやな。なんか山を登り切った感があるんだよね。<laughs> マージャンでもしようぜ。いや、今日マージャンじゃなくてもいいな。何でも取り込み範囲大丈夫かなちょっと取り込み範囲のあれもう一個作りてえな。おお取り込み範囲が完成してゆく。こう はい。では本日はですね。あ、できねえ。<laughs> おい、なんか拒否された。ちょっと、できねえんだけど、これ何、ええ、嘘今通知送ったのに、俺最悪や。もうちょっと待って。このゲームできねえじゃん。できなかった。やべえ。できなかった。なんかエラーが出てページ見つかりませんってなっちゃった。どうしよう。このゲームできへん。 終わった。どうしよう。ちょっと通知飛ばしたのに。<laughs> お前変な URL、半じゃねえよ。できねえじゃねえかよ、もう。サン悲しいよ。<laughs> 何のゲーム ?Vtuber に投げ銭するうつゲーってよ。ダメじゃん。うんうん。今日いいことねえなってなわけありだねえ。 71パ,パー引きの配信者これやめてください <laughs> あのさそうやって言ってさなんか何とかしてこの配信者を傷つけようとするのやめた方がいいよ幸せになれないと思うから <laughs> 別にそれはあのお前がそうやって取り上げるまで一切意識もしやんだやんか何とかして人を傷つけようって思考やめた方がいいようーんあいしょちょっとかわいそうじゃない久々にガチ聞きしてるねって別に71パー引きとかそんなんどうでもええわ <laughs> <laughs> そそんなんはどうでもええけど <laughs> うん訳あり配信者だったんだな